お兄ちゃん？あ、もしかしてもう寝るところだった？そうなんだ。今日、帰ってきてからなんか元気なかったけれど。気になったから。お仕事に身が入らなくて困ってる？もしかして会社の人とうまくいってないとか？それもある？そっか、いろいろ大変なんだね。あのさ、お兄ちゃんさえよければ。私が耳掃除してあげるよ。あ、ごめん、唐突だったね。でも、ちょっと理由があってね。これ。アニメ、ゲームから学ぶ仕事術。お兄ちゃんの役に立てないかなと思って。一応、おすすめらしいよ。気は紛れると思うから、気休めだと思って、ね。じゃあ、耳掃除してあげるから、こっち来て。ここ、膝枕。何照れてんのよ。こっちが恥ずかしくなるでしょうが。じゃあ、行きますよ。いい感じかな。じゃあ、読むからね。この本は、一回限りではなくて、何度も何度も繰り返し読むことによって、効果が発揮されます。毎晩とか、毎朝、繰り返し見るといいってあるね。もしお兄ちゃんが気に入ってくれたなら、私が読み聞かせてあげてもいいよ。耳かきの方はどう？痛くない？じゃあ、続けるね。1。速さこそ正義。ほとんどのことは、一気にやってしまえば、一気に片付いてしまいます。そして、きちんと仕事が片付いて、成果が出るから、やる気になります。そうすることで、
とてもいい循環になります。逆にスピード感を失ってしまうと、人よりも成果が出なくなってしまうので、全然面白くなくなってしまいます。から結果につながっていかないのです。確かにね。こしょこしょ。ほとんどのことはスピード感を持って終わらせれば、時間はそれほどかからないことばかりです。ですが、多くの方はスピード感がないために、取り組むまでにダラダラしてしまう。取り組んでからも集中をしない。やっぱり面白くなくなってしまうだけです。フルスピードの状態で山を登りきる勢いが必要です。ケイデンスを20回転も30回転も上げないと、ケイデンス？まあお兄ちゃん、今ゾクってすごく早く動いたね。びっくりした？お兄ちゃんのケイデンスちょっぴり上がったね。ごめん、自分で言っててわけわからなくなった。次行くね。2、できる人の真似をしよう。目の前にできている人がいるのであれば、それを真似しましょう。すでに成功している人がいるなら、それを真似していくことが大事です。物事でうまくいかない人というのは、こうしている人の真似をするのが嫌だとか、違う方法で自分は
を出していきたいという人が多いです。気持ちはわかりますが、我慢が必要です。お兄ちゃんも同じだよね。妙に頑固なところあるし。学ぶという語源は、マネブという言葉にあります。要はしっかりと真似ることが学ぶことなんです。勉強もスポーツも仕事も忍術もそのまま真似できる人が強いんです。うちはこの葉にて最強なんです。いや、ヒューガだよね。なるほど。お兄ちゃん、私のいいとこ真似してもいいよ。何困った顔してるんだよ。あれ、なんか今ブルってしたかな。もしかしてここがいいの？お兄ちゃんの弱いところ見つけちゃった。次、3、諦めたら試合終了です。諦めなければあなたは自由です。誰かが強制的に終わらせることはありません。諦めなければあなたは絶対に達成できます。あなたは終わりのない世界で勝ち続けていくのです。足を踏まれてもいいのです。いいからテーピングしましょう。くれてもいいのです。バスケをしましょう。諦めなければ全国大会出場も全国制覇も夢ではありません。諦めないこと、諦めないことなんだ。これを何度でも自分に言い聞かせ、諦めず進み続けてください。
中で投げ出さないところは私すごいと思うよ。魔物村とかドラッグ王とか、私がクリアできなかったゲーム全部クリアしてくれたよね。あ、ちょっとじっとして。トレゾー、動いちゃダメだって言ったのに、どうして動くの？そんなくすぐったかったの？そうなんだ、嬉しい。ねえお兄ちゃん、なんでもないよ。ゴリゴリ、カキカキ。あ、大きいの取れたよ。諦めないでずっと攻めてたところが取れると気持ちいいよね。次、4、うまくいったのは他人のおかげ。失敗したときは自分のせい。人生の中でうまくいかないことというのは往々にして自分だけでなく人との周りの中で生まれてきます。もし何か失敗したとしても自分のせいだと思っていれば人に腹が立つことはなくなります。でもかんでも新井さんが悪いわけじゃないよね。こう思うことで自分の状態が綺麗なまま保たれて、余計なことで心が乱れなくなります。これからあなたが実績を積み重ねていき、成功した時こそ、自分がおごらず、おかげさまで、誰かのおかげで、ということを考えてほしいです。なかったときに他の
れを卑屈になることはないんです。失敗したら、だからどうする、考えることで必ず成功していきます。俺のせいじゃねえ、俺は悪くねえ。こんな考え方をしていては大事な仲間たちも呆れて、あなたのそばからいなくなってしまいます。うまくいったのは人のおかげ。失敗した時こそ自分のせいだ。これを常に自分に言い聞かせてください。私は 3D より 2D の方が戦闘好きだったな。 D2 とか。ああ、でも Wii で出たやつは好きだったよ。守れなかった。また二人でやろうね。お仕事早く終わらせて帰ってきて。いつも待ってるんだから。次、5、人からねだらない。挑戦からしか成功に向かって進むことはありません。なので最初から誰かの力を当てにすることは、あなたの挑戦する機会、それを奪ってしまうのです。やめてください。ねだっても意味がないんです。自分からいつもチャンスを取りに行くこと、そして自分が掴んだチャンスを絶対に離すなっていうことなんです。盗んだお宝は、綺麗な女性にねだられても渡しちゃダメですよ。お兄ちゃんも綺麗な人にお酒をおごったりとか、高いものを買わされてない？ダメだからね、絶対。
そろそろ反対にしよっか。お顔くるってして、なんか息がお腹にかかってくすぐったいよ。続き読むね。6、仕事はチームワーク、仲間を大事に。仕事はチーム戦です。でもそれは一人一人が自立した上で成立します。依存や任せきりにする甘えがチームワークではなく、互いの弱点や足りない心を補い合い、支え合うからチームになるんです。深くつながり合って、互いに支援し合える関係、また仲間がいるというお金以上の価値があります。それは楽しいからとか、一人ではないからとか、そういった傷の舐め合いではなく、自分では気づかない視点で物事を見つめられるから、お互いを高め合っていけるからなんです。あ、これ私たちも同じだね。ゲームしてるときボスを倒したり、謎を解くのがお兄ちゃんで、レベル上げたり小さなメダル集めたり、ハグリンを仲間にするのが私の役目だ。え？書いてあることと若干違う気がする？まあ、いいじゃん。成長を感じられたとき、仲間との温かさ、ありがたみを感じ取れるはずです。そして常に感謝をすることを忘れてはいけません。さらわれた姫を助けに行くのに仲間が必要です。助けてくれる恐竜に感謝の気持ちを忘れず、上 AB をプッシュしましょう。これ乗り捨てじゃんね。例がおかしいでしょ。
兄ちゃん、私を捨てないでね。ずっと一緒にいてね。次、ナナ、失敗することを恐れない。チャレンジすること怖いと思ってませんか？結果が伴わないチャレンジならやらない方がいい。できないかもしれないのに、なんでやったんだ？こんなつまんないことを言う人の言いなりになっていませんか？天才発明家のエジソンは言いました。僕は999回失敗したんじゃなくて、999通りのうまくいかない方法を発見したんだ、と。かっこいい。さすが有名人だけあるね。コリコリ、カキカキ、しょ。丁寧に優しく。失敗が悪いことだと決めているのは他の誰でもないあなた自身です。リスクがあるから、格好悪いから、何度やってもできないからと、やらない理由を作っているのはあなたなんです。そういう自分が一番格好悪いと思いませんか？諦めないで、決して諦めないで。何度もタイムリープを繰り返し、世界線を越えていきましょう。失敗したという手紙を見ても足を止めてはいけません。そういえば、最近お兄ちゃん秋葉に行ってないよね。今度高校カレー行かない？牛丼？うん、牛丼でもいいよ。ねえ、さっきから寝息立ててるけど起きてる？ちゃんと読んでるんだから、子守歌代わりにしないでよね。刺しちゃうよ、鼓膜。うん、おこだよ。まあ、でも寝ちゃったら、寝落ちしたふりして、朝まで隣で寝る。さすがにそれは恥ずかしいな。え、なんでもないよ。コリコリ、カキカキ。次、8。
有言実行し続けること。あなたが目標を決めたら誰かに話していますか？もし誰かに話したりせず自分だけで抱えているのであれば、今すぐ誰かに宣言した方がいいです。俺は海賊王になる。俺はおかげになるんだってばよ。ホムラちゃん、ごめん。私、魔法少女になる。どのアニメでもちゃんと有言実行していますよね。これは何度も宣言を繰り返すことによって自分を追い込み行動を促すことができる。だから大事なんです。人は追い込まれないと動きません。宣言するということは自分を追い込むこと。あなたが嘘つきにならないために達成しようと自分自身に言い聞かせること。そうすることでどんな無茶な目標も願いも叶えることができます。目標が大きければ大きいほど人はあなたのことをバカにするかもしれません。でもバカにされればバカにされるほどあなたの中に絶対見返してやるという強い気持ちが生まれてきます。お兄ちゃん、私と契約して毎日耳かきボイス聞いてね。いよいよ最後だね。9、人を愛せよ。生物には3つの本能があります。それが食欲、睡眠欲、性欲の3つです。でも神様は人間だけに特別に4つ目を与えてくれました。それが愛です。人は育んだ大地に感謝し、犬や猫をめで、友や家族を気遣い生きていく。そんな生き物は人を置いて他にはいません。あなたはそんな愛を持った人です。他人を愛せていますか？家族を愛せていますか？妹を愛せていますか？
妹はいいです。歯磨きをさせてくれたり、一緒にお風呂に入ってくれたり、しまいにはお兄ちゃんに処女をやるよと言ってくれたり、こんな可愛い生き物はいません。ごめん、嘘だよ。本当はそんなこと書いてないんだ。ねえ、ちょっとだけ隣で寝ていい？うん、すぐ出てくから。お兄ちゃん、私の耳かきどうだった？え？耳かきより私の声にドキドキして気持ちよかった。何言ってるの？耳元でささやかれるの好きなんだ。でも、正直何喋ってたか覚えてない？全然ダメじゃん。でも、仕方ないな。そんなに好きなんだったら、期待に応えてあげたくなっちゃうじゃん。こういうのがいいんでしょ？そう言うと、私もちょっと意識してたんだよ。お兄ちゃんは気づいてなかったかもだけど、背中がブルブル震えてたんだからね。変態だな。でも、いいよ。私の声でドキドキしてるお兄ちゃんを見てて、なんだか可愛いなーって思ってたからね。元気出た？よかった。私もさ、いつまでもお兄ちゃんばっかりに負担かけさせるわけにはいかないからさ、来週から私もバイトする。うん、駅前の喫茶店、高校の帰りにあるし、家も近いから遅くなっても通えるし、バイトして給料が入ったら美味しいもの食べに行こうね。私、焼肉がいい。牛は高いから豚カルビいっぱい焼くの。焼きすぎて焦げないように。お兄ちゃんもちゃんと焼いてね。この前チラシが入ってた焼肉屋、ランチなら食べ放題で1280円なんだって。いいでしょ？土日でもやってるみたいだし。あとはちょっと古いプレステのゲームとか買う。一緒にやれそうなやつ。いいでしょ？どうせお兄ちゃん、お休みに遊んでくれる友達いないんだから。私が遊んであげる。ね。だからさ、元気出して。はぁ。何泣いてんの？うん。お兄ちゃんは仕方ないなぁ。私はお兄ちゃんのお母さんになる気はないんだからね。
背中、あったかい。いいの。私がこうしてあげたいんだから。辛い時は泣いていいと思うよ。さっき読んだ本さ、私が昔お世話になった先生が書いた本なんだよね。まあちょっと変わった人だったんだけど、結構いいこと書いてあったから、お兄ちゃんの助けになればって思った。暗記するの大変だったんだから。でも私はお兄ちゃんに代わってほしいなんて思ってないから。努力したり頑張ったりするのは生きてれば当たり前のことだし、お兄ちゃんは十分頑張ってるよ。私と一緒にいてくれるために頑張ってくれてる。それで十分だから。それでもお兄ちゃんがもっと成長したいって思うんだったら、私も手伝うからね。いつでも呼んで。それとお兄ちゃん、やっぱりこのまま一緒に寝てあげよっか。ドキッてした？今日はこれくらいにしておくよ。